ユップ・ハインケスは、ドイツ出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。ボルシア・メンヒエングラートバッハのエースストライカーとして活躍。クラブのブンデスリーガ3連覇等、数々の栄光に関わるとともに、ブンデスリーガ通算385試合出場220得点を記録した。得点記録に関しては、ブンデスリーガ歴代3位の成績である。また、ヨーロッパのカップ戦では64試合に出場し51得点を挙げた。これは、ゲルト・ミュラー、エウゼビオに次ぐ3位の成績であり、UEFA3 大タイトルのすべてで得点王になっている。西ドイツ代表として、ユーロ72、西ドイツ W 杯で優勝を経験している。引退後は指導者の道へ進み、アシスタントコーチから、古巣のボルシア・メンヒエングラートバッハで監督を8年間、務めた後、バイエルン・ミュンヘンの監督に就任。2度のリーグ優勝を果たした。1990年代には、スペインのクラブを指揮するようになり、アスレティック・ビルバオや CD テネリフェの監督を務めた。この実績が認められ1997年には、レアル・マドリードの監督に就任し、レアル・マドリードにとって32年ぶりとなる、UEFA チャンピオンズリーグ制覇に導いた。しかしリーグ戦では4位と結果を残せず1シーズンで退任した。2009年4月27日、成績不振によりバイエルン・ミュンヘンの監督を解任されたユルゲン・クリンスマンの後任として、残り5試合を暫定的に指揮を取った。09から10シーズンからバイエル・レバークーゼンの監督となったが、2011年夏から再び、バイエルン・ミュンヘンの監督に就任することが決まった。2011から12シーズンは、国内リーグ2位、DFB ポカール準優勝、UEFA チャンピオンズリーグ準優勝という準3冠という成績になった。2012から13シーズン、リーグでは、ブンデスリーガ最速優勝を決めると、UEFA チャンピオンズリーグでも、バイエルンを12シーズンぶりのヨーロッパ制覇に導き、史上4人目となる複数のクラブでの CL 制覇を達成した。さらに、DFB ポカールでも3年ぶりに優勝し、ドイツのクラブとしては、史上初の3冠をもたらした。2013年6月16日、監督業からの引退を発表。2017年10月6日、成績不振により解任されたカルロ・アンチェロッティの後任として3度バイエルン・ミュンヘンの監督に就任することが決まり、チームをブンデスリーガ優勝に導いたが、UEFA チャンピオンズリーグでは準決勝でレアル・マドリードを相手にトータルスコアで1ゴール差に泣き、決勝進出はならなかった。また、ポカール決勝ではフランクフルトに敗れ、ブンデスリーガの一冠のみとなった。個人、ありがとうございます。